コーラ山は、福岡県久留米市の山。コウムレ山、富士山、青山山、カジ山、琴団山などとも呼ばれる。古来、宗教的な山として崇められ、コーラ大社が築かれ、また、軍事的な要衝でもあったため、交互石式、山城や獣医屋城などの遺跡が見られる。未濃山地の生誕に位置し、手法である標高312.3メートルの、 微車門岳のほか、東の本宮山、南の和紙の大山、西の聖子堂山と国蔵山、北の吉見岳の五方から構成される。地層は、偏成岩層の上に、隠れ木岩が乗り、さらにその上に、ロームの層がある。登山道は、見たらしい池から社殿に通じる、表参道、層先より、稲荷社を経て、途中で、これに合流するもの。 山川町大分けを起点とする、浦山道、そして、三たらしい池から茶炭に沿うものがある。また、1933年に、自動車登山道が開かれ、1969年には、ミノースカイラインが、全面開通した。山中には甲羅山、甲後石があるほか、山麓の刺繍には、多くの抹茶、松地、古墳群、岩井の井戸などの遺跡が散在する。 山頂付近は、久留米森林筒子公園として整備され、その東に生活環境保全林がある。山中にある、コーラ山の妄想金名区林は、国の天然記念物、コーラ大社の楠スの,木の大樹は、福岡県指定天然記念物にそれぞれ、指定されている。一帯は、鳥獣保護区でもあり、木地の包丁などが行われている。山頂にコーラ山奥院。 中腹に、甲羅大社があり、南北の谷を囲むように、甲羅山、甲後石が残る。山中及び山麓には、祇園山古墳、霊奇山古墳、甲高志寺石、老い寺跡、あと、雑の墓地、伊勢山テラス御所神社、甲群れ御宮地岳神社、東西霊神社、あた社、琴平神社、五福島神社などが点在する。また、山頂付近で、甲羅大菩薩が、 経典仏具を治めて、天竺棟椎池の水を流したという説話があり、ここに階段が設けられて、甲羅山層の出家勘定が行われた。また、中世には、甲羅大社背後の十夜城や、山頂の美社門竹城をはじめ、吉見竹城や東高寺城などが築かれて、山全体が人所となっていた。中世には、東山の寺社を中心に松寺社や、鮭人を含め、 宗教的、政治的な勢力となっていた。兼務2年には、首都が、麓の省縁で乱暴を働いたという。兼務5年、延元3年3月に、一帯で合戦があり、同年10月には、今川氏が、東山に、在陣して、非全国から、深堀氏やイスルギ氏らが、来山した。文那2年、昭平8年には、亀長新王が、東山に在陣より、 草野氏が、その警護を務めたという。王安五年、文中元年には、南朝方の陣が置かれて、青方氏らの軍勢が集まったが、王安七年、文中三年に、今川領春の新軍に圧迫されて、肥後国に交代し、永和二年、天十二年には、今川氏が退陣している。また、王安六年、文中二年には、一山の女方協領として、 非全国の伝授が引き渡されている。応仁2年には一帯で大友白と菊池氏の軍勢の合戦があり、永六十二年には劉蔵寺氏と対立する大友宗林が、天正十二年には立花同節や高橋昌雲が退陣している。近世には神仏集合の下と、雑を中心に宗教や学問、芸術の拠点として領主の保護を受けた。 女王三年に、有馬忠頼が、三六に、石像を取りを、聖徳六年に、有馬即忠氏が、あた御社を建立した。安永七年には、有馬来期が本自堂の十一面観音を寄進している。明治元年の神仏分離令によって座数が廃止されると、ほとんどの寺院がなくなった。戦後からは、陸上自衛隊の幹部候補生学校の、 伝統行事としてコーラ山登山荘が行われている。この行事は、生徒が体力の限界を超えることが目的で、生徒は学校からコーラ大社までの長さ 5.6km、標高差1 5 6メートルの道を30分以内で走り抜く。ありがとうございます。